天津上男子絶対浮気しないです。今回はユニクロ U 事前レビューをよいしょ。いや皆さんお久しぶりです。ユニクロとクリストフ・ルメールさんという、超有名デザイナーの人がですね、コラボして作られている大人気プロジェクトのユニクロ U ですが、今回1月28日に販売が決定しました。今回は1月28日に発売するユニクロ U のアイテムのラインナップが公開されていますので、その中からですね、低身長の僕ならどんな服を選ぶんかってことを話していこうと思います。低身長でかつ綺麗めカジュアルな格好が好きなんで、僕と趣味が合うような人たちはですね、ぜひ参考にしていただけ幸いです。久しぶりだから緊張すんだ。ではホームページ参りましょうか。せーの、領域展開。はい、ではまずはメンズのユニクロ U のラインナップの中から気になったアイテムを計5点ほど紹介していこうと思います。アウター部門からはこちらですね、オーバーシャツジャケットでございます。これはルックでもあるように全身オリーブでグラデーションを作って組むコーデが非常に可愛いですね。もう今回はもう緑、ピッコロが一番かっこいいって言われてぐらい緑がめっちゃ着てるんですよ。緑のワントーンコーデが組めるこのオーバーシャツジャケットはすげー可愛いですね。このアイテムの何がいいかと言いますと、アイテムのシルエットはいつもなされているデニムジャケットと同じような見た目で、シノさんかな、誰かから聞いたけど、どっか の鉄道員のヴィンテージの古着をイメージして作られてるみたいです。ワークウェアから着想を得ているディティールをしていますので、非常にこうポケットが多くて実用的であったり、これはシャツジャケットだから分からんけど、おそらく生地も丈夫であり、実用性と頑丈さを兼ね備えた、しかもトレンドのカラーを取り入れた、非常に優秀なアイテムかなと思います。でね、ボタン警察の僕から言わせてもらうと、ボタンも多分綺麗ですね。いい感じの色味をしていますね。なんでこのアイテムのオリーブ僕狙い目かなと思います。ラウッタは正直こんなもんかな。ステンカラーコートもトレンチコートもいいけど、なんか目新しさはそこまで感じないかなと思いました。普通にいいよねって感じです。なんかもう去年も一昨年もロングコート着すぎて、その反動でもうロングはたまにでいいかなみたいな感じのテンションになっちゃってますね。多分このテンション感の人さ多いと思うわ。もうなんかロング飽きてきたなっていう感じはしますよね。安定的にかっこいいけどな、安定的にかっこいいし年寄りもいいけど、ちょっとショートもいいかなっていう気分になってきてますよね。次、セーターカーディガン部門からはこちらですね。好き嫌い分かるかもしれんけど、僕がこの中で一番注目してるのがニットポロシャツでございます。これいいよね。好き嫌い分かるけどね、僕はこのブラックとかを買って、この上からこのブラックのフレンチリブカーディガンとかを着て全身ブラックで固めたりさしたりしたいですね。ニットポロはね、僕めっちゃ好きなアイテムなんで、趣味が合う人がおればぜひね見てみてください。ニットポロならサイズ S か M で合わせるかな。S か M で合わせて、シャツジャケットに関しても M とかで着ると思います。でセーターカーディガン部門から気になってるアイテムはこの1点だけですが、 3D クルーネックセーターもフレンチリブカーディガンもですね、両方ともいいアイテムではありますので、購入することは否定はしてないですけども、フレンチリブカーディガンに関してはもうカーディガンって幅広いブランドから4,000円ぐらいで買えるものいっぱいあるんで、その辺も検討してもらってからのユニクロ U のカーディガンするか他のやつにするかっていうのは検討してもらった方がね、よりいい買い物になるかなと思います。真面目コメント。 3D クルーネックセーターはさ、いいよな、これいいよ。生地薄そうなんで、いやらしい気持ちとかないねんけど、結構ムチムチ体型のグラマラスボディな27歳 OL さんに全裸の上から着てほしいですよね。全然いやらしい意味はないですけど、次はシャツです。シャツ部門の一番気になってるアイテムがコットンリネンシャツ、レギュラーカラー長袖ですね。これいいやろ。色がね、ダークグレーとナチュラルブラウンとありますが、もう前からいいわ。強いて言うならダークグレーかブラウンかって感じかな。ナチュラルもいいね。むずい、全部いいっす。でこれに、ね、でもこういうシャツってさ、みんな着丈気になるね。着丈がね気になりますよね。着丈が S で74です。ちょい長で、肩幅は47、狭いね。なんでそんなオーバーサイズというよりかはちょいオーバーめ、ちょい長め、ちょいデカめみたいなサイズ感で着るアイテムでございますね。なんでその次ですね、シャツもう一個あって、リネンブレンドオーバーサイズシャツ5分袖。これめっちゃいいやん、バカ売れするよ。僕ブルーこれいいね。
だこれ以上濃すぎるとなんか重たいけど、こういうなんか緑とか青っぽいなんか絶妙なニュアンスカラーで、この濃いセクシーな色、これ2990でいいんすか。これめっちゃいいわ、これバカ売れしますね。続いてが T シャツカットソー部門、一番いいなと思ったのがオーバーサイズニット T シャツ、ニット T っすね、ニットのカットソー、これいいね。これブラックかな、ブラックバカ売れします。で金余ってしゃあなかったらグリーン買おうかな、うん、どうせ、まあ、僕ぐらいになるともう金余ってしゃあないんで、はい、金余ってしゃあないんで、その時にあのグリーン買おうかなって思ってますね。ブラックは安定かな。次にパンツ部門から言うとワイドフィットメーカーパンツ、これだけいいっすね、うん、これがオリーブ、これ売れるし、あのシノさん絶対買うわこれシノさん絶対買うやん、うん、これいいよ。まずベイカーパンツって最近安定的に流行ってきてるし、でもまあワイドなシルエットにこの今トレンドのオリーブを足したと、もうね、もうトレンド×トレンド×トレンド、もう三原神ですよね。もうラー、オベリスク、オシリスと天空竜って感じなんで、このアイテム、この3つトレンドを掛け合わせたこのアイテムはね、もう神アイテム間違いなしです。ブラックとかは多分白いこげほこりとかがつきやすい生地感だなと思うんで、の僕オリーブが安定的におすすめですね、うん、このホワイトのナチュラルのベーカーパンツとかにニットポロのこのナチュラルカラーとか合わせても可愛いと思いますね。結構上級者だけど可愛いと思う。メンズはこんぐらいかな。まずパンツがフレンチリブパンツとかいろいろまああんねんけど、まあまあまあ普通にベーカーパンツだけあればもういいかなって感じですね。で定番でまあ普通にエアリズムコットンオーバーサイズティーとかも普通にいいし、まあいろいろいいものはあるんですが、まあ圧倒的におすすめなのが先ほども紹介したアイテムたちです。まあ個人的にはこのリネンブレンドオーバーサイズシャツのゴボ袖のブルー、これが一番強いなっていう印象を受けました。で夏で普通にめっちゃ普段使いしそうなのがオーバーサイズニット T シャツのゴボ袖かな。あの夏のビーチでナンパ企画とかして合法でナンパしたいな、うん、嘘です、ごめんなさい、嘘です。で次にね、女性のアイテムの中からもパンツでいいっていうのがあったんでね、紹介します。なんか女性の方のパンツ1個いいのあったから紹介しようと思ったけど、このフーデッドコートもこれワンチャンありそうですね。これフードをとっても着用できるし、前閉じて着ることもできそうなんで、フーデッドコートもなんかあの去年やったっけな、去年のさあったやん、シャツコートみたいな、あれと同じようなテンション感で着れそうで、うん、これはね、まあ、薄手のちょっと長めの、まあ、ミディアムロングぐらいのコートとして重宝しそうなアイテムではありますね。続いてですが、トップス類はちょっとねレディースのもんはもうちょっときついなと思うんでスルーして、レディースのパンツから2個、いや4つレディースのパンツでね4個気になるのが今見つかりました。結構ほぼほぼやね。まず1個目がテーラードパンツ、セットアップ可能の普通のスラックスっすね。普通のスラックスのダークグリーンカラー、これ良さげじゃない。これにもうレザーの革靴に適当に黒系のトップスとか合わせればもう間違いないですよね。でこのルックのような雰囲気を組み立てれば、まあ適当にグリーン系のトップス、あの半袖を着てさ、グリーン系のクルーネクティー着て、その上からカーディガンを羽織ってもいいし、グリーン系のこのパンツはなんか可能性を感じますね。でサイズ表を見ても、裾幅が僕が着るような70センチとかのパンツだと裾幅 21.5センチなんで、結構広めなんで、靴にワンクッションを置いても自然に履ける太さなんで、これは絶妙にありじゃないかとね、見てる段階では感じますね。生地感は結構メランジっぽい生地感で、あのサマーニットみたいな、サマーウールか、サマーウールのような質感で高級感もありそうで、これは結構可能性を感じますね。お値段が3990円、安しい。次がワイドレッグジーンズですね。まあ、これは結構女子感が強すぎるかなってねちょっと思うけど、これはまあ本物見てね良かったらいいなと思います。まあユニクロのデニムってさ、まあ、間違いなく品質高いやんって、いいもの多いねんけど、まあ、ワイドのものが少なくて非常に困ってたんで、最近も発売されましたけど、ワイドなものもユニフォームもいいんじゃないかなって思いますね。次にベーカーパンツ、これはほぼメンズと一緒ですが、56オリーブのこのオリーブカラーがほぼグレーで、春にこういう爽やかな、まあ、ミントグリーンにほぼ近いような、ただそのミントグリーンほど可愛らしくない、このなんか渋めなグリーンとグレーの間みたいな、このカラーが
ちょっといいなって思いますね。うん、これもありやな。ただやっぱどれも レースのパンツってあのやっぱ腰回りとかこの股間周り、股間って言ったらあかんか、あのオーティン周りが結構きつかったりするから、そこは要検討ですけどね。でまあ、あとは定番でスウェットキャザーパンツ、これはまあ定番でいいアイテムですよね。僕ね買いに行こうと思った矢先にコロナになったんで実物は見れてないですけど、隔離期間終わって一段落ついたら見に行ってみようかなと思います。で僕が気になっているアイテムは以上です。今回ですねユニクロ U の事前レビューをしていきました。もう久しぶりの撮影でございましたが、皆さんは元気だったでしょうか。今回のが参考になったら高評価をお願いします。皆さんはどのアイテムが気になっていますか、ぜひコメント欄で教えてください。ではご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。今後ともよろしくお願いします。ではアリベッテッチ。